10年後の私にタイムカプセル、大変なことが起きました。我が家の、なんだよお前大変なことが起きました。我が家の裏にある花壇、花壇の一角に植わっているこの細い木なんですけど、この木になんと実がなっています。こちらでございます。この実は柿の実でございます。なんとこの木、何の木かずっとわからなかったんやけど、これ柿の木だったんだということが今朝判明いたしました。大事件でございます。今一粒だけ咲いていますが、もう一つこちらにも、はい、ここにも柿の実発見。いやいやいや、この木、何の木、気になる木は実は柿の木だったというのが今判明しました。芽が出て15年目の出来事でございます。世の中にはびっくりするようなことが起きるんですね。長生きはするもんだな。ということで、出勤前のひとときを過ごした私でございました。10年後の私に、元気でやってるかい、10年後にはこの柿の木、もっともっとたくさんの実をつけることでしょう。ということで、本日の動画はこの辺で終了。バイバイ。